今日はね、前植えたじゃがいもをね、土寄せしていきます。土寄せ、まあちょっとまだ小さくて早いかもしれないんだけども、どんどん上に伸びて、種芋から上に伸びてね、こっから根出るんで、そこに土がないといつまでも根っこ張れなくて成長もうまくいかないんで、早め早めの作業でやっていきます。でそれに使う機械なんだけれども、この下にあるんだけども、一輪管理器って言います。この前の方、この辺りにあるのが車輪あって、それで歩いて後ろ側、ここのもので耕すんだけども、これを晴天って、この向きだったら、反時計回りか、反時計回りだと、普通に耕すだけだけども、逆に回すことができて、逆に回すと土を飛ばすのね。それを両脇に跳ね上げて、それで土を寄せるように使います。うちではね、ネギの土寄せとかにも使えるんで、あと豆とかでもやれるし、ただ除草するだけ、中耕であったら晴天で、ただ走るだけで中耕除草ができるんで、まあ、いろんなことに使える便利な道具です。これで新品で20万します。中古で買っても多分壊れたりなんだり大変だと思うんで、これちっちゃいエンジンだから、まあ新品で買った方が何かと安上がりになります。結局のところはこれ使ってね、やっていこうと思います。ちなみにね、今のジャガイモの状態がこういう感じ。本当は15センチ20センチぐらいでやればいいんだけど、まあ10センチ出たかなっていう感じかな。で、まあ浅植えにしてるから、すぐ下が芋なのね。だから根張るところが足りないんで、早めにやって、まあ、全部で2回、もしくは3回ぐらいやって、土寄せは作業は終了っていう感じですかね。まあ、こういう感じでね、もう分かるよね、どこに何があるか。こうなれば畑の中入れるんで、でさっきの一輪管理器を、この間をね、ずっと走らせれば勝手にできちゃうと、そういう寸法です。まあ、すぐ終わるんでね、まあ、やっていきます。こっちがね、まだ土寄せしてないところね。こういう感じだね。で、今やったのはこっち。でもこっち側まだあんまりかかってないね。まあ、これこう同じところをもう1回2回やればね、またこう深くなっていくんで、とりあえず1回目の土寄せってことで、こんな感じでいいやという感じですね。で、まあ、早めにやった理由はね、まあ、根っこが張るための土をね、確保するためっていうのも話したんだけれども、やっぱりこういう大きく面積やっていくと、ね、大きいよね。草が生えると収穫作業とかが大変になるのね。で、また草が生えたところを、この機械、一輪管理機かけると、絡まってしまって、今でもね、ちょっと暗いかな、見えないかな、こう、タンポポね、こっちのタンポポが絡まってさ、少し絡まってんだけども、これがものすごく絡まって、回らなくなったり壊れたりしちゃうから、早め早めに作業してるのね。一般の除草剤を撒くところであれば、薬撒いてるから、草生えないからいいんだけど、ここ草どんどん生えるから、まあ、早め早めの作業で、まあ、機械をいたわり、自分をいたわり、っていうか、いう感じでやってますね。多少ね、この土、
かかってでもその時風とか雨とかで落ちるから大丈夫です。こういう感じでね、まあ、ある程度効率的にやらないと、まあこの面積はできないと。だけども薬は使わなくてもちゃんとできるよっていう、そういう話だよね。まあ、とりあえず早め早めにね、遅れるよりは早い方がいいんだよ。まあこういう感じでね、土寄せしています。これはあと2回やっていくと思うんで、まあ収穫までね、あと何ヶ月だろう、2ヶ月ちょいぐらいかな。多分8月の下旬ぐらいから取り始めると思うんで、まあ、その年のね生育状況、天気次第で変わってくるけれども、だいたいジャガイモは植えて3ヶ月で収穫するんで、まあ、それまでねなんとか元気に育ってくれればいいなと思います。